はい、福山城の湯殿に来ています。前回覚えていらっしゃる方はいるかもしれませんけど、クイズでここは何でしょうということで私が出した建物ですね。これ正直正面から見ても分かんないですよね。知ってる方は知ってるという、下から見ると、その構造上ですね、想像できることがあるんで、そのクイズにもなるかなと思うんですが、ちょっと今日はね、ここは通常は非公開ですので見ることはできないんですが、こちらもですね、京都の伏見城から、こちらに福山城築城の際ですね、移築されたと、お湯殿とかね、湯殿って言いますよね、つまりお風呂です。はい、京都伏見城内にあった御殿とともに移築した建物、国宝です。元ね、戦時戦災にこれは復元したものということが書いてありますね。現存しているものは先ほどもお話しましたけど、伏見櫓の建物、それと筋金御門の建物の部分が伏見城から移築され現存と、その2つ、それと京都の伏見城から移築された建物としてはその2つと、この湯殿、それとちょっと今見えないんですが左に月見櫓、この4つがですね、移築された建物になりますね。これ古いんですけど、復元がね、ちょっと昭和の41年ですから、もう50年近く経つんですかね。でもね、なんか雰囲気があって逆にいいですよね。ここね、紹介するときに下と上と、下を降りないとね、映せないんで、別々に映せばいいんですけどね。なんていうのか、下を見ないと、その湯殿って意味がわからないんですよ。それは写真を見ればわかるんですけどね。感じで家紋が入ってますね。いや、なかなか復元とは言ってもね、いいですよね、こういう作りはね。中は入れないんですけど、こういう風に見れるんですね。湯殿の動画撮ってる人あんまり見たことないんで、載ってないかもしれないですよね。ここはあれですよ、立ち入り禁止じゃないですからね。横からね、見学できると、上から見るとあんまり意味がないんですよね、ここね。意味がないというか、その意味がわからないんですけど、ここもちょっとね、お風呂上がりにここで一服したんでしょうかね。そんなことを連想させるような建物なんですけど、非常にここを興味ずっと見てる人にね、コンクリート天守を一生懸命見てる方はたくさんいますけど、湯殿の復元のものとしてはね、最高ですよね、これね。ちょっと今逆光を避けて変な写し方になってますけどね。お風呂場が当然藩主、お城の関係の方たちも使ったということですから、大変貴重なものになります。福山城の湯殿からでした。